オルフェウスの死1863年と1874年にエミール・ヴィンによって描かれた絵画、トラキア人の英雄、オルフェウスの神話を主題としている。詩人オイディウスは古代ギリシアで女性たちの手によって殺害された詩人の死について記述した。オルフェウスは妻、エウルギ系を取り戻すために地獄に行ったが、失敗し、帰還した後、 彼は何年もの間女性と親密になることを避けてきた。彼女らは侮辱されたと思い、彼の妻に対する嫉妬から彼を殺した。別の伝承では、オルフェウスがディオニューソスではなく、アポローンを崇拝するようになり、これに激怒したディオニューソスが、マイナスたちに、オルフェウスを殺させた。さらに別の伝承では、オルフェウスは、同性愛や、 自動性的虐待の容疑で処刑されたともされる。女性たちによるオルフェウスの殺害は神聖な王の処刑の前に行われる前期ヘレニズムの儀式の一部だったとも記述されている。オルフェウスは激怒したトラキアの女性たちによって襲撃され、彼女らにピッチフォークやトーチやその他の武器で攻撃されている。彼を攻撃している間、彼女らは高い声で歌い、 オルフェウスの死を沈黙させるために音楽を演奏して、彼女らの目的を完遂させようとしている。地面には、オルフェウスの象徴であるリーラやチターがある。背後には、死の襲撃の発端となった、ディオニューソスの神殿がある。この説話は、オルフェウスの死の能力を説明するものと、彼が妻、エウルディ系を求めて冥府に降り入るものと並んで、彼の神話の三大要素の一つである。 アルブレヒト・デューラーは、瓶の絵と同名のエングレービングの作品を1494年に制作した。フランスのアカデミック美術の画家エミール・レビも1866年に同じ名前の絵を描いている。ありがとうございます。